おはようございます。釣り子 TV です。ディスタイルの最新ワームマイティストレート 3.8 がですね、釣り具屋さんに並んでいたんで、早速ですね一袋を買ってきてみました。これね、ちょっとキープキャストとかでですね、こうまあ見たりはしてたんですけども、触ったりはしていないので、どんな感じなのかで、今回はですね開封前にキープキャストで青木プロにマイティストレートどんな感じなのか、聞いた映像がありますので、まずそちらの方を見ていただいてどうぞ。マイティストレートっていう、トルキーストレートっていうのはもともとディスタイルでは発売してるんですが、トルキーストレートはネコリグにある程度特化させたドワームになってます。で、今回出るマイティストレートっていうのは基本的にこうストレートワームでやるリグに対してオールマイティに使えるっていう意味で、そのマイティという名前を付けてるんですが、さまざまなリグに対応できるストレートワームになってます。はい、ということでですね、オールマイティに使えるっていうことで、一見するとね、猫リグ用なのかななんて思うんですけども、ダウンショットとかジグヘッド、ワッキーとかですね、想像できる、いろんな、ストレートワームを使った、リグにシンプルな形状で対応できるっていうことで、いろんな使い方ができるっていうことなんで、早速ねどんな形か開けてみていってみたいと思います。でね、これ1袋が690円でね売っていまして、10本入りです。690円で10本入りで、カラーはですねナイトクローラーっていうことで、ミミズみたいな感じの色ですね。これを選んで買ってきてました。すごいね綺麗な色なんですけども、じゃあまず、はい、匂いは、何に似てるっていう感じではないんですけどね、何か独特なですね匂い、そんなね臭くはないんですけどね、しっかりと匂いがついていて、それがですね、袋の中にもこうねっとりと、入っております。じゃあ早速、はい、出てきました。プリントね、張りのある、感じですが、こんなね、ツートンカラーなんだな、すごい綺麗ですね。で、頭の方が少しこれね、こっちが頭だとするとちょっと膨らんでいて、で後ろの方はスッとなって、本当にシンプルなね、何か癖のある形っていう感じじゃなくて、で細かいリブがね、前から後ろまでびっしりリブっていうかね、筋がねデザイン的に入ってるんですけども、で絶妙な加減で塩が入ってるよっていうことで、よく見るとね塩の粒々なんていうのもこのつけて見えるんですけども、そうですね、亀山ダムなんかでストレートワームのねダウンショットをねオフセットフックで根がからないようにしてなんていう使い方なんかしてみたいななんていうのと、このシンプルな形状なんで真ん中にジグヘッドを刺してこうね絶妙な多分バイブレーションしてくれそうな感じに見えるんですけども、ジグヘッドワッキーとかですね、スモーラバのトレーラーでワッキー掛けみたいなセッティングとかも良さそうだななんていうふうに思うんですけども、3.8 インチなんですけどね、細いんですごいねコンパクトシルエットというかね、そんなボリューム感がなくて、で最初の方に出た、トルキーストレートはあれはネコリグに対応してるワームなんだよっていうことで発売されてますけども、これも一見なんていうんですかね、スワンプクローラー風といえばネコリグ風、ネコリグワーム風に見えるんですけども、そういう感じではなくて本当オールマイティにね、いろんな釣りに使ってくださいねということで、出てきましたので、サイズ感的にね本当亀山ダムでね、まずはネコリグとかねで使ってみるのかなっていう感じなんですけども、去年なんかの青木大輔プロとキャスティング岩槻店の、合同のね釣り大会ねなんかでも、あの時確かですねコメントで、まだ開発中のマイティストレートと、ビローラーで結構いい釣りしたよなんていう感じで表彰式で青木プロがおっしゃっていて、
て、でビローラはですねその時点でちょっとしたミニブースで展示されていたんですね。でビローラはこういう感じのワームかっていうことでですね、でちょっと前に発売されましたよね。あれめちゃくちゃまあよく釣れるワームなんですけど、まだあんまりね店頭に並んでないんでね、自分もラスト一つか二つしかないんで、まあ、ここぞっていう時に投げようかなって言ってあんまり、最近使えてないんですけども、マイティストレートはねどんな形かもその時点では分からなかったんで、こんなね感じですね。キープキャストなんかで展示されて、あ、ほんとシンプルなんだなって、で頭の方がちょっとこう膨らんでる感じなんだなってのがようやく分かったっていう次第なんですけども、まあね、早速ね釣り場でねちょっと投げてみたいですね。でホームページなんかを見るとマス針の6番、6番サイズちょっと小さめのマス針ですね、これが推奨のフックだよっていうこととかですね、あとは動きの動画とか実況動画とか説明動画とかですね、マイティストレートで検索するとディスタイルのですね、動画なんかいっぱい見ることができますんで、ぜひですね探してみたらいかがでしょうか。で、まあ、ちょっと単体での重さをですね測っておきたいと思います。はい、ディスタイルの最新ワームね、マイティストレート、これは何グラムでしょうか。おー、まあ、軽め1.8g ですね。シンプルな形状ですからね、まあ、1.8g ということで、まあ、これ単体で、まあ、ノーシンカーでね投げてフニフニフニって使い方もあると思うんですけど、基本はなんかダウンショットとかネコリグとか、重りでちょっと投げやすいようにして、で3ポンドラインとか4ポンドラインとかそういったのでスパーンと投げていく、そんな使い方になってくるのかなっていう感じですかね。まあね、今ね本当シーズン的にはねハイシーズンなんで比較的ブラックバスも釣りやすいんで、そこまで出番、まあ他のね派手なワームとか投げちゃったりするんで、多分真骨頂が出てくるのがちょっとね秋の微妙にね超過報告が0から1、0から2とかね、ああやってあんまり魚が釣れないなーなんていう時期、あとは冬の12、1、2、3の前半ね、ここら辺の厳しい時期にね、がぜん活躍するようになってくるんじゃないかななんて、まあ、でね、それまでねあのワーム釣れるんだってイメージをちゃんと体に染み込ませておくために、ちょっとハイシーズンもね、チャンスがあったらこのマイティストレート、リザーバーなんかで投げていこうかななんていうふうに考えております。まあね、こんなシンプルな形状で、で、まあ、690円で10本入ってるんでね、このディスタイルのパッケージ一見ねトルキーストレートと似てるからね、よく見ないと、あ、マイティストレートあったと思ってね早速買ってきたんですけどね、トルキーストレートと結構似てますんでね、よく見るとまあこんな感じでちょっと細長いかな、まあ、マイティストレートね、ここ名前読めばそれでいいんだと思うんですけども、こんな感じで釣り具屋さんにも結構並んでるみたいなので、気になる方はですねぜひですね一袋買ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の釣り子 TV は、ディスタイルの新しい、最新のですねストレートワームマイティストレート 3.8、 これを一袋買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。